ネオシングル NWA パシフィックの2冠に、2冠をかけてのということになったんですが、まあ、あの当初、デビーマレンコと言われていた対戦ですが、はい、急にこうニコロバスに変わりまして、なんかもう大きい相手で大変ですね。いずれにニコロバスも久々に見ましたけど相変わらず大きいですね。大きいですね、もう本当に久しぶりですね、日本に来てほしいですよね。ですよね、もう本当に女性なのか男性なのかわからないこの迫力と体の大きさがあったんですが、さあなんとここで3カウント入りまして、田村が初代チャンピオンに輝きました。必死に抗議するニコルバスですが、田村の勝利は確定しております。田村よしこ二冠戦 DVD 特集お買い上げ誠にありがとうございます。二冠戦いろいろ様々な試合があったんですけども、その中でも欠かせない同期でありライバルの元気みさえさんとトークをしながら楽しいお話をしていきたいと思います。これから元気みさえさんが働いているお店に行きたいと思います。行きましょう。ありました。こちらですね。こちらがみさえちゃんが働いているドンガラガッシャーンです。行ってみましょう。DVD の最初の2試合目になるのかな、キューバ戦、はい、なんかアサリさん、ジャパニーズアサリさんの引退興行でやった時の二冠戦、はい、ヒューガがチャンピオンで、うん、よっちゃんが挑戦したやつの、はい、ちょっとなんかその感想を聞きたいんですが、はい、覚えてる、その、はい、覚えてどういう試合をしたかとかいうのは、うんうん、どんな感じだったの、キューガはやっぱり強いわけじゃん、うん、あのちっちゃい痩せこけたね、本当だよね、暴れ出ちゃってるよ、うん、だから多分すごくやりにくかった、だからいろいろなものが背負わされてたし、うん、やりにくかったと思うんだけど、お互いの技をやっぱり受けれるじゃないですか、うんうん、受けれるじゃないですか受けても負けないみたいな、お互いがそういう意識があるので、すごい楽しい、楽しかった、うん、あ、試合が始まっちゃえばもう楽しくできるんですけど、うん、試合が始まる前はね、もうどうしようっていう緊張感がいっぱいだったんですね、うん、あ、私ははい、じゃあそろそろ、じゃあね、いよいよ、はい、いろんなものを背負った田村よしこがネオの会場でどんだけはっちゃけたのか、はい、そうですね、はい、どんな死闘を繰り広げたのか、はい、楽しみですね、はい、では見ていただきましょうか、はい、どうぞ。トムちゃんがすごいきつかったんですけど、それを応援して自分にもだんだん自信がついてきたし、後楽園も必ず応援します。自分にはまだまだ応援したい相手がたくさんいます。だから後楽園は自分は通過点としか思っていないので、
この2本のベルトは田村様のベルトだと決定しているので返してもらいます。Thank you.
試合時間5分経過、5分経過。Yeah!
過、10分経過。Thank you.
試合時間15分経過、15分経過。Thank you.
20分経過。Thank you.
ネオにたくさんのご来場ありがとうございます、はい、でもネオはまだまだこれじゃ満足しねえ。今は女子プロレスが冬の時代だとか、どの団体も苦しいだとか、いろいろなこと言われてるけど、うなことどうだっていいんだよ。この根を見ろよ。そんなこと絶対言わせねえ。根が、そして田村様が女子プロレス界を面白くしていく正式決定だ。今田村様が決めた決定。なんか今日はね、女子プロレス田村よし子の本当の試合ができたっていう感じがして、本当にしかもベルトが取れて、すごい満足してます。ユーガマの JWP のベルトで復活させてね、やっぱりベルト持ってると思ってないじゃん、やっぱり輝きが違うと思う。ネオで生き生きの試合してたと思うし、絶対 JWP のベルトを復活させて、あの子が取ってまたそれをかけてダブル防衛ダブルチャンピオンをかけてやりたい。お客さんの声援が、パワーをくれたし、そういうパワーをもらわなきゃね、こういう試合はできないと思う。でも今日のカードってさ、そんな、いいカードっていうか普通のカードだと思うんですよ。板橋とか北側でやってるカード、それをボンって持ってきてお客さんに納得していただいて、満足していただいたと思うので、もう本当のネオの姿が見せたと思います。はい、じゃあ当店自慢のですね、どんからかしちゃんの仕上げを、いやー、ありがとうございます。食べつつ、これはあの味噌カツ、味噌カツ、有名なと磯辺餅揚げて、これすごいめちゃくちゃうまいですよ。はい、食べながら、そうっすね、はい、大阪流なんでね、一度漬けで二度目は禁止よってやつです。流れました、はい、いいですか、いただいていただいてください。いただきます。まあ、里芋です。あ、里芋ですか、はい、一口でいっちゃいます。これはね、ほろ酔いセットっていうね、はい、セットだ、セットだ。あ、いいですね。じゃあ、いただきます。いただきます。そろそろ2試合目、ちょっと私顔真っ赤になってる、大丈夫ですか、こんなんで。この前にね、もう一杯飲んでるんです、実は。ごめんなさい、自分まだ半分しかで、で2試合目、中西桃江、行きますか。じゃ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 ん、中西桃江、じゃじゃ、はい、川崎大会ということで、ネオのビッグマッチ、初めてのビッグマッチだったんですよ。それでメインで2冠戦で、中西を挑戦者に持つということで、絶対これは勝たなきゃいけない、そうだよねっていう感じになってたんですよ、なってたので、だから俺はどうにかこれがネオだっていうのを見せたかった、いろんなカードありましたよね、ネオマシンガンズだったり、で、LLP だったり、イーグルさんだったり、アメージングホームだったり、そういうやっぱ特殊ないろんな試合を組んでたと思うんですね、そのメインを含ましてね、任せていただくっていうことで、またこれもね、ヒューガ戦と一緒ですごいプレッシャーだったんですよ、そんなわけでね、そうですね、はい、第2試合目、ちょっと見てみましょうか、はい、そうですね、はい、はい、どうぞ、どうぞ。1指名、発表させていただきます。こうなってから、最初にもこの人だと決めてました。ある意味第一印象になりました。川崎大会の
当然こうメインイベントの方も務めさせていただくでしょう。田村よしこ選手、田村様のカードを決めるのはお客さん、ディープレスラー終わった。あなたのカードを決めるのはこの僕なんです。ですからあなたの対戦相手さん、発表するのも僕なんですよね。ここで田村選手の川崎大会の対戦相手発表します。田村対大向かい道子、このシングルマッチの決着戦、年またいじゃいましたけど2年越し決着戦決めさせていただきます。あなたいいか、これは田村様の意見だね。ビープレス、お客さんの意見なんだよ。そこまで皆さんにこうブーイングされるんだったら分かりましたよ。そんなに大向かい戦が嫌だったらやめましょうね。変更しますよ。川崎大会のカードは田村よしこ対一木清子の蛍光灯デスマッチ。だったら次のキネまで大向かい一木まとめてやってやるよ。そこで完全決着をすれば川崎までわざわざやる必要ねえよな。
試合時間5分経過、5分経過。
試合時間10分経過、10分経過。
試合時間15分経過、15分経過。試合時間20分経過、20分経過。
場外カウント10 11 12 13 14 15 16 17 1825分経過。
試合時間30分経過、30分経過。負けちゃったんですよ、ビッグマッチで取られちゃったじゃん、悲しいことに、はい、それ、鳥越さんは何か知ってる？誰だっけ誰だっけ私そうなんですよ、ミサエちゃんがいつもね、私が負けた人をこうあれこう、そうだっけ勝ってくれるっていう、なんか私の苦手な選手をこうミサエちゃんがカバーして勝ってくれるっていう、ネオンを救ってくれるんですよね。なんでタックだと弱かったんだろうね。ねえ、本当にね、はい、まあ、そして、はい、直接対決、直接対決、ミサエちゃんどうですか、はい、やりますか、まあ、何回もやったけど、自分が二冠王者で、うん、ヨちゃんがベルラブレフ、TWF ブラジルから勝って取ったやつ、はい、それをかけて後楽園で三冠戦ですか、三冠戦やったやつがあるじゃないですか、うん、
Yeah!
Thank you.